占いババに最後のドラゴンボールのありかを占ってもらった悟空、なんとこちらに向かってくる車の中にボールがあるということが分かった。悟空は急いでその場所へ向かったのだが、車に乗っていたのはどこかで見覚えのある連中であった。ピラフと悟空、世界の存亡をかけた最後の戦いが今始まるのだろうか。おめえたち、めえにオラたちを殺そうとした奴らだろ。どうしましょう。あいつの不意をつくつもりがまさか向こうからやってくるとは。うろたえるな。あやつが単独でやってきたのは好都合だぞ。あやつの弱点である尻尾さえ握ってしまえばいいのだ。何ごちゃごちゃ言ってんだ。よくこのボールのありかがわかったな。おめえたち、また悪いことしようとしてんだろ。あったらおとなしくオラにそのボール渡せ。冗談じゃない。私もドラゴンボールを集めてるんだ。我々と対決してお前が勝てばこのボールをやろう。しかし我々が勝ったらお前の集めた6個のボールをいただく。いいよ、そんなんでいいなら約束する。約束だぞ。嘘ついたらばハリセンボンのまさっかな。じゃあやろう。行くぞ。天才である私が発明したピラフマシーンだ。行くぞ。シュッ、マイ。奴にピラフマシーンの恐ろしさを思い知らせてやるのだ。了解です、ピラフ様。
よし、ではやはりあいつの弱点である尻尾を握る作戦を決行するしかないんだ。よし、行くぞ。尻尾握り握り作戦だ。ははっ、よし、尻尾を握るぞ。どうしたんです、ヴィラク様、なぜ尻尾を握らないんですか。尻尾がないのだ。どうしましょう、ピラフ様。こうなっては実力で勝つしかない。シュー、マイ、合体するぞ。わかりました。それ、合体。ピラフ一味に圧勝した悟空はとうとう全てのドラゴンボールを手に入れた。最後のボールを手に仲間たちと合流し、ウパの父の眠る聖地カリンへと向かう悟空。そしてついに伝説の竜シェンロンのよみがえる時が来た。
さあ、願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやる。パッ、リリーナ。はい。お願いします。僕の殺された父上を生き返らせてください。できっか。たやすいことだ。叶えられん願いはない。私は確かあの殺し屋に。悟空さんがドラゴンボールを集めて生き返らせてくれたんだよ。なんと、そうだったのか。願いは叶えてやった。では、さらばだ。孫悟空、本当にありがとう。ヒヒ、生きてってよかったな。私たちを救ってくれたことを、星の数ほどたくさん感謝する。じゃあ、ほら、もう行くな。え、もう行ってしまうの？もう少しいてくれないか。大歓迎したい。うん、でもみんな待ってっから行くよ。これからは悟空さんのように元気にたくましく生きていけるな。はい。あいつの親父さん、ちゃんと生き返ったんだな。あ、生き返った。良いことをしたの。だけど1年経ったらおじいさんの形見を探すんでしょ。ヒヒ、通信中は飛び散る目にとつかめたんだ。だったらもうボール探しは二度としなくていいってことか。天下一武道会目指して修行だな。実は俺も無天老師様の下で修行させてもらえることになったんだ。じゃあみんな一緒に修行だな。お前は別じゃ。うわ。
今より強くなりたいなら、これ以上わしの元で修行を受けてもしょうがない。それよりもっといろいろな世界に行ってたくさんのことを学んでこい。よくわかんねえけど、なんか面白そうだな。きっと面白い。では3年後、次の天下一武道会で会おう。わかった、次の天下一武道会だな。よし、金遁。こりゃ待て、金遁を使っちゃいかん。歩く、走る、泳ぐ、それも修行じゃろうが。え、世界中金遁なしでか。まか、じゃまたな。さらなる強さを求めて旅に出た悟空、無天老師のもとで修行に励むクリリンとヤムチャ、3年後の天下一武道会を目指してそれぞれの戦いが始まった。